はい、皆さんこんにちは、サンソンチャンネルです。で今日ですけども、まずですね、三本雄介さんですね、この方がですね、発信者情報開示請求をしたと、こんな事件がありました。でこの事件ですけども、まあ、多分ツイッターだと思うんですけども、まあ、いわゆるログイン型のですね、何か書かれたということのようですね。でログインの時点とその投稿の時点が違っていると、まあ、いうことがですね、どうやら主要な争点となっているようです。これはまた今回ですね、原告がですね、その点について反論すると、そんな流れになっていきます。からあとですね、みずほ証券がですね、この留学費用の返還ですね、これを求めた事件の判決がありました。でこれですけど、おそらくね、MBA かなんか取らせるために留学させたと。で留学を何年以内に辞めたらその費用返せと、まあ、そういう約束で留学させたわけですよね。ですぐに辞めちゃってですね、外資かなんかに行ったと。で本人はですね、そんな約束は無効だと思ってたと、まあ、そんな話なんですけれども、今日の判決ではですね、3000万円、すごいですね、3000万円を返せと、そういうですね、判決が下っていたということでございます。からそうですね、丸山先生がですね、弁護士報酬を求めた事件もありまして、これ多分ご本人らしき方が出廷してましたね。まあ、弁護士に任せてでですね、本人は何も言わなかったですけども、はい、これは、次回また4月かな、に、まあ、被告が反論すると、こんな事件のようです。まあ、この事件についてちょっと面白いんでね、また一回語ってみたいと思うんですが、今日のですね、メインイベント何かと言いますと、山本一郎さんがですね、角川を訴えた、投稿記事削除義務不存在確認訴訟ですね。つまり、まあ、角川のですね、名誉を毀損するような投稿をしたけれども、これを削除する義務はないんだと、それの確認しろということですね。普通はですね、角川の側から山本さんに対してですね、この記事削除しろとか訴えるんですけども、逆にですね、そんな義務はないということの確認を求めたわけですね。で結論ですけども、判決は却下ということです。つまり角川と山本一郎さんとの間には記事の削除をめぐる争いはないと、そういうことで、まあ、いわば門前払いですね。その内容について審査するまでもなくですね、もう何ですか、審理するですね、価値がないと、まあ、そういう判決が下ったということでございます。まあ、一応山本さんの敗訴ということですけれども、まあ、内容的にですね、権利があるとかないとか、そういう、まあ、判断がされたわけではないと、そんなところになります。以上です。よろしかったらチャンネル登録と高評価ですね、それからコメントと投げ銭の方よろしくお願いいたします。